皆さんこんにちは。今日はサッカーしに来てます。新岡部さんと一緒に。やる気な、サッカーやる気な。いやでも OB 会だから楽しみですよ。東横浜大学の OB 会なんですけど、すごい選手たちをもう続々出してるじゃん。そうですね。できる？いやできるっていうか、俺は別にいいのよ。何も背負ってるもんないし、翔吾に関してはみんな期待してんの。やっぱ最強ディフェンダーでやってるからさ、1対1やろうとかもなるかもしれない、この後。現役の人だったね。やばいの翔吾よ。ちょっと待って、俺も最強ディフェンダーとしてプレッシャーあるけど、新岡部面白いんじゃねえかって絶対ギャグやれとか言われるから。それが一番嫌だ、マジで。それが一番嫌なのよ。多分所ジョージやるわ。厳しい状態になったらそれやると思う。あ、ほんと？川崎フロンターレ、背番号13番山根美希です。川崎フロンターレ背番号15番伊坂善です。川崎フロンターレですよ。優勝しましたね。僕たちも後輩いっぱいできましたね。 J リーガーとか出てきちゃってんだけど。そうなんですか？そうなんですかじゃないの。急にボケるし。びっくりしたんだけど今。反応できないからさ、やめてくんな。話違うよね。めっちゃ見てますよ。ショーゴボスのチャンネル。見てます。逆に2人のこと知ってんの？俺知ってるよ。あれでしょ、 J リーグで、ベスト11になってるでしょ。で、フロンターレで1試合も出てないからいじってあげてって言われたのよ。安武コーチに言われて。安武さんはちょっと強いんで。 そんなのいじっていいのって。今日終わりまでにちゃんと1回いじってって言われたから。俺でもマジで見てたよ、最後の試合とかフロンターレのやつ見てたから。見てないか。見せた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 。あれじゃない、あのホームのさ、あの中村健吾さんの引退試合出てなかった？え、アシストしたんすよ。あ、見せた見せた見せた。ヘディングでアシストしたよね。あ、そう見てるんだちゃんと。今ヘディング。マジまぐれなんだよ。だから本当頑張ってほしいよね、ここからね。すごいよね、桐蔭さ、大学知らないでしょ俺らがさ。存じてます。もうちょいさ、敬って。こっちはそっち敬ってんの、なんかそっちの敬意足んないよね。足んないね。足んないよね。後輩、もうそれはさ、偉大なプレイヤーになるかもしれないし、偉大なプレイヤーなんだけど。でも笑わせないとダメ。いや、じゃあ、もう俺いいよ。じゃあそれやるんだったら、今日ドリブルしてよってなるよ。対決してよってなるよ。ミヒ君ちょっともう試合終わったばっかなんで、僕だけでよかった。え、マジ？じゃあギャグやるわ。え、笑わなくてもいいんでしょ。いいんだよね。え、一回やってみてって何？一回やっちゃったらもう終わりなんだけど。俺何系がいい？どういう系ですか？俺結構リズム系弱い。ああ、オッケーオッケーオッケー、分かった。ああ、ちょっと待って。これ歌とか大丈夫だっけ？グリングリンとか大丈夫だもんな。グリングリン。いきます。指と指の間の筋肉トン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 。この世に生きる喜び、そんなことよりトン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 、そんなことよりここチンチン、はい。まあ面白い面白くないじゃない。ないんだよ。ないよね。やればいいんだよね。やるかやらないか。そうそう、やるかやらないか。リズム系好きっていうのもちょっと怪しいと思ってるし。あんなに軽快なリズムで攻めたのにさ。なんかでもあれ、せっかくだからさ、もうだって終わるじゃん。でも本当に対人のなんか守備の仕方みたいな僕勉強してるんですよ。ええ、このチャンネル見て。はい、ショーゴボスこうやって止めてるからって。どうやって撮ってるところを参考にしてるか聞いていいですか？怪しいな。これ、これいけるんです。この前天皇杯でも実践しました。え、また抜かしです。おー、この前やりました。また以外捨ててディフェンスだから。で、また抜かれた後に押してこう。あー、やりました。じゃあちゃんとショーゴボスのその YouTube 見てれば一流プレイヤーになれるよっていうことだよね。本当に勉強になることは多いと思います。あ、これもしかして1対1やってくれる？東横浜大学の OB サッカーエリートです。
だけあの自己紹介だけもらう。富樫亮です。高校はヴェルディユースでした、はい、今もサッカーしててあのブリオベッカ浦安ってチームでやってます。滝沢浩二です。今いわき FC でサッカーやってます。ロアッソ熊本の浅川隼人です。よろしくお願いします。川崎フロンターレの伊坂デインです。よろしくお願いします。35歳、東院横浜大学 OB、関東選抜で挙げた張本人です。あ、関東選抜ごめんなさい、カットありますか。このまま使うよ。関東リーグに昇格をさせた張本人です。今日は抜ける気しかないです。お調子者があの出る感じ嫌なのよ。やってよちゃんと普通に。はい、すみません。睡眠コンサルタントの松本みていろです。よろしく。何似てる、ブレるブレるブレる、確かに似てる似てる、ちょっとブレるな。こっちかな、あこっちやって、 逆だごめん。ちょっとブレるな、ブレるな。似てるじゃなくて睡眠何 コンサルタント、まあアスリートの方を中心に睡眠の管理だったり指導だったりをしています。これそれが職業の。うわマジで超変わった職業だねって言いたいけど、うち弟がドリブルデザイナーだから変わってんだよね。そんなに驚くことでもないのか。睡眠コンサルタントでもな、それ知りたいけど、みんな待っててくれてるからもう行く？行きましょう。え大丈夫、サッカーだって。あ全然、うん、あ分かった、相手寝かしちゃうよってこと。本気でいいんですよね。もうじゃあ行きます、行きます。はい、あれ。危ねえ。じゃあ行きましょうか、2人目。はい、寝ちゃってない？あー、寝ちゃってるよ、寝ちゃってるよ。これか、睡眠コンサルタント。ちょっと待って、コンサルタントも寝てんだけど。びっくりした。見といてよかった。じゃあ行きましょう、行きます。はい、完全にやった。お願いします。よし、いやこれだ。お願いします。じゃあ行きましょう。はい、しっかり休んでもらって。翔子さん大丈夫ですか。じゃあ行きます。はい、違うわ、やっぱ違うわ。多分ほら悔しそうだからもう一回やりたそうじゃん。どうします、これちょっと仁岡部さんに確認しますね、ルールを。これ完封で終わるけどいい？やろうよ、もう一回。ちょっと いいですか。じゃあ行きましょう、行きます、2周目。はい。ひどい。運動不足です。よし、行きましょうか、行きます。はい、睡眠使ってこなかった、睡眠の。行きます。はい、うわうわうわー、いった。ちょっと今舐められたな、最後の。行きます。はい、おやったわ。いや、うまいわ、うまい。じゃあ行きます。はい、うわー、惜しい。じゃあラストかな、これ行きます。はい、結構ね、完封とかでやるとね、もう一回やりましょうよって言ってくること多いのよ。真っ先に言ったもんね。2週目入った時にコンサルタントが終わった後に、よし結局こっからなんだよなって俺が無意識に言っちゃったの。そしたら俺の隣に来て、ちょっとなんすかその言い方。でもね、良かった、すごい良かった、最後入れてくれたし。どうでした？いや、思った以上にこの前に入った時の対応が強くて、もっと練習しないと。で
運動不足だね来年また挑戦してください。ずっと目立ってないんだよシュートも入るしやばいなと思ってあれだね、本当はもう一周ぐらいやりたかったけどね。もうじゃあ一人だけ本当いいの、本当にいいの、はい、え、本当にいいの、お願いします。あ、じゃあ、検査します。すいません、他の5人はクラップクラップです。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。お願いします。これすごいよ今後ともちょっとみんなが集まって続けていきたいと思いますので、ちょっと皆さんご協力お願いします。じゃあ最後に岡部さん、え、一言お願いします。うわ、こうなるんだったら次 OB 会来ないよいや、すいません、なんか流れもなんかいただいたんで、ちょっとギャグでも一つ、あ、このギャグなんか乗ってきたなと思ったら皆さんも一緒にやってください。じゃあお願いします。ところジョージギャグ、ひじひじところジョージ、ひざひざところジョージ、耳耳鼻口ところジョージ、ところどころ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 ところジョージ、はい、ところどころ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 ジョージ、はい、ところどころジョージ、どうもありがとうございました。